中京圏は愛知県名古屋市を中心とする都市圏である。日本の三大都市圏の一つ。別名名古屋県、中部県。名古屋、中京とは名古屋市が東京市と京都市との間に位置している点から明治時代に名古屋市が中京と呼称されたことにちなむ。名古屋及び終わり地域は都になったことはないが、中京の呼称は 明治20年代半ばより使用例が見られる。明治20年代の名古屋を中心とする産業、鉄道、都市の発展で東西大経済圏に対する意識が生まれ、東海道線の中間点を、さらに、密かに全国の中心を目指す名古屋経済圏の意味があった。実際に、両系と並ぶ実勢を持つのは明治末期である。中京圏は、 名古屋大都市圏と重複する範囲が多い。明治時代の中期に名古屋駅が東海道本線、中央本線、関西鉄道など鉄道の拠点となると名古屋市を中心とする経済圏が形成されて愛知県、岐阜県、三重県の三県にまたがる県域を中京圏と称するようになった。交通網、情報通信網などのインフラ整備が進んだことや 県の力が増したことにより県域を拡大し続けている。県域には愛知県終わり三河、岐阜県南部、三重県北部が含まれている。また30、30%以上の依存率を示す地区が名古屋市と同一生活圏とされ、10%以上から30%までが近郊型地帯とされている。他にも内閣府政府広報室の大都市地域の住宅、 地下に関する世論調査では、名古屋駅を中心とした、半径 30km の園内地区とし、国土交通省の大都市交通センサス調査では、愛知県、岐阜県、三重県の区域とした。ただし、三重県の伊賀地域は、関西とのつながりが強く、特に、名張市は、大阪市のベッドタウンでもあるため、名古屋県から外される。三大都市圏の一つだが、他の大都市圏を、 東京県、大阪県と呼ぶ場合には、名古屋県の方が多用されている。交通面で見ると、太平洋沿岸は、東海道の、内陸側は、中仙道の沿線になっている。フリーライターの河合としわは、当地に住む者は、基本的に、中京圏中京地方とは言わず、やむを得ず使う例として、名古屋と言いたいが、すでに使われるなどの諸事情で、名古屋と言えないとき、 どのエリアを指しているのかをあやふやにしたいときと挙げ、当地では、中京圏、中京地方などという単語は特殊な意図があるとき、以外は使わない。マイナス面しかない。と述べている。中京大都市圏は、総務省統計局の国勢調査統計表で、用いられる、県域設定で、名古屋市への15歳以上通勤、通学者数の割合が、 当該市町村の常住人口の1.5%以上であり、かつ、名古屋市と連接している、周辺市町村を合わせた範囲としている。都市圏参照。なお、名古屋の1.5%都市圏は、2010年国勢調査によると、北丹が、岐阜県本須市、江名市、八尾津町、東丹が、愛知県豊川市、豊田市、岡崎市、西丹が、 岐阜県関ヶ原町、三重県稲部市、南端が愛知県南多町、三重県四日市市であり、三県に収まるが、かつては、滋賀県の三島町が含まれたこともあった。中京圏は、自動車産業が強く、その関連企業の労働者として、九州南部、熊本県、宮崎県、鹿児島県や、ブラジルペルーなど、南米諸国から流入してくる人も多い。 総務省と国交省では、名古屋大都市圏と呼称される。物流や資本動向を指標とする広域圏。範囲は確定されておらず、おおむね愛知県全域、岐阜県全域、三重県の伊勢、島、東、紀州、静岡県遠州、長野県の基礎、下稲と言われている。三重県の名張市は、大阪のベッドタウンとなっており関西圏に含まれる。 伊賀市の北部の半分は、距離的に名古屋の方が近く名阪国道の利便性を受け、森世紀をはじめとした工場立地も集中しているため中京圏と関西圏の両方に含む場合がある。さらに、滋賀県の米原市も中京圏と関西圏の両方に含む場合があり、各種要因により拡大の傾向がある。名古屋市の経済界や企業では、 中部経済圏という語を使う場合が多い。名古屋駅を中心に半径 40km の地域を指す。首都交通圏、京阪神交通圏と合わせた三大都市交通圏の一つで国土交通省関連の統計に多く利用される。地上波による放送の広域放送圏の一つで愛知県、岐阜県、三重県の区域を指す。この範囲は 東海三県とも呼ばれ、街頭エリアの放送局では、東海地方と呼ばれる。当地の日本テレビ系列局は、中京テレビであるが、同局でも三県を、東海地方と呼んでいる。国土地理院をはじめとする観光庁や一般でも時に、利用される用語であるが、明確、厳密な区域区分の定義はない用語である。東海地方に比べると使用頻度は少ない。 地元で呼ばれることは、ほぼない。伊勢湾へ注ぐ伊比川と木曽川の帯平野を中心に、名古屋都市圏が広がり、さらに、太平洋岸の中小規模な平野に都市が連なる。地質的には北部及び中部が、西南日本内帯に属し、それぞれ身の帯、両家帯に区分される。三重県南部及び、三河の一部は、西南日本外帯に属し、南側帯及び、 島んと体に区分される。沿岸はプレート境界になっているため、東海地震や東南海地震などの警戒区域になっている。地形平野部は気候が温暖なので、古代から人類の定住が見られた。特に、能美平野においては、弥生人の勢力が流盛を誇った。伊勢湾岸一帯には多くの古墳が分布していた。律令時代には、 東海道や東山道が整備され、古代遺産関の一つである鈴鹿関などが設置されるなど、中部、関東から機内、北九州へ向かう、先森の通行路となった。陰近神の聖変であり、源平合戦の一つである、平治の乱では、源氏側の棟領であった、源の義朝の最後の地が、北半島の大御堂寺に存在する。中世から近世への節目となる、 桶狭間の戦い、長篠の戦い、小牧、長久手の戦いや、天下分け目の合戦である関ヶ原の戦いも、この地方で勃発した。戦国大名が乱立すると、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった三英傑を、はじめ、数多くの武将が排出された。中でも尾張国や三河国の出身者が多く、江戸時代の大名の、 約7割がこの2つの地方の出身である。江戸幕府が樹立されると、江戸と京都とを結ぶ東海道53寺と中山道69寺が整備された。主な宿場町には、東海道では、岡崎塾、池恋船宿、桑名塾、名塾四日市塾、亀山塾などがあり、中山道では、大愚手塾、大田塾、加納塾、関ヶ原塾などがあった。また、 江戸時代には、麺が、盛んに生産され、副業として、麺織物産業が成立していた。尾張国の三留島など、好評を博す地域の名産品も誕生した。尾張藩第七代藩主、徳川宗春の第二、現在の大都市としての名古屋の基礎が築かれた。麺織物生産が流盛を極め、大阪府に次いで、全国2位の麺織物生産量を誇るに至った。 農美地震の発生と、インド面の輸入に橋を発して衰えた、綿織物工業は、第一次世界大戦の勃発により毛織物の輸入が、途絶えるとともに毛織物工業へと移行し、以後中京圏は、国内繊維産業の中心地となった。三重は、古来より美川を境にして、西側は、近畿文化圏であり、東側は、尾張と同じ文化圏であったが、 明治中期の1895年に基礎三線に橋が架かり、鉄道で名古屋へ短時間で移動できるようになると、桑名や四日市などの北勢地域が名古屋県に取り込まれた。高度経済成長期以後、特に成長する東京都区部と大阪市を結ぶ東海道と中山道の交通網が当地域の発展にとってますます重要と考えられるようになり、交通網や 都市開発が進められた。このため、特に、東海道線沿線は当地域における、工業生産の中心地になっていった。名古屋市に近い岐阜県南部、三重県北部との経済的な連関も一層深くなり、伊勢湾岸の中京工業地帯の形成も伴って、名古屋県、中京県が確立された。近年では、東海道新幹線、 東名高速道路、新東名高速道路、中央自動車道の開通や中央新幹線の計画などから、静岡県西部や長野県南部などとの関係も形成されつつある。なお、近年では、名古屋市を中心とした半径1 0 0トルの以内の地域を、グレーター名古屋のブランド名で統一して、海外企業を積極的に誘致し、 世界有数の産業集積地にすることを目標とした大名古屋経済圏構想もあり、グレーター名古屋イニシアティブと呼ばれる。これには、名張市も支援を受けている。農業温暖な気候と豊富な日照に恵まれているため、全国一のシェアを誇る、菊、伝承菊をはじめとする柿、柑橘類や柿などの果樹、野菜の生産が盛んである。都市近郊では、 一個あたりの高地面積が小さいが、販売金額が大きくなっており、生産性の高さが特色となっている。愛知県では名古屋高賃をはじめとする鳥、三重県、岐阜県では松阪牛、飛騨牛といった肉牛の生産も盛んである。工業太平洋ベルト上に位置しており、伊勢湾岸には日本を代表する工業地帯である宗教工業地帯が形成されている。 西三河地方は、トヨタ王国とも呼ばれており、トヨタ自動車の影響力が非常に強い。商業全体で見ると、名古屋市が際立った存在感であるが、名古屋都市圏の中で、人口10万人台の小牧市、刈谷市、半田市、東海市、安城市も昼間人口比率が1を超えており、小規模な業務の中心として位置づけられている。豊田市、岡崎市、岐阜市、 四日市市、津市といった中核市や県庁所在地も抗義のエリアに含まれ二次的な経済、文化、交通の中心となっている。鎌倉時代以降国家的な県地から東西の連結が重視されてきたが近代においても東西の幹線が重点的に整備された。空港鉄道路線一勢湾岸自動車道高速道路国道港湾 ありがとうございます。